んちゃあるよろです。今回は、動画時間見てもらえればわかるんですけど、クソ長いです。この一本見るだけで、スプラトゥーンのおすすめ武器やギアの作り方、バンカラマッチ、X マッチで勝つために必要な基礎の知識や立ち回り、あとは対面のテクニックだったり、もうすべてがわかる。そんなね、完璧な動画を作ってきたので、まあちょっと長いんでね、2倍速とかで見てもらってね、まあ初心者の方は最高のスタートラッシュを、まあ中級者以上の方でも参考になる内容かなり多くありますので、周りのプレイヤーとね、知識量で明確な差をつけてもらえればと思います。で、今回の動画かなりたくさんのことを解説していくので、目次をね、出しておきます。はい、上から順におすすめ武器の紹介。で、初心者がまず最初にやるべきこと。で、次におすすめの試し打ち練習法。で、バンカラマッチ、X マッチの立ち回り講座。で、そこが分かったら次に潜伏や塗り、ルール関与のタイミング講座。で、その後対面テクニックのお話をして、で、ここで対面についての理解を深めた後、全武器対応おすすめテンプレートギア解説をします。で、そのついでに僕がやってる効率のいいギアの作り方、効率のいいお金稼ぎ。で、最後にはね、たくさんの人が最終的にね、達成して目標ということで掲げる XP3000 達成の秘訣ということでお話できればと思います。で、今回の動画では、8割9割ぐらいのシーンでは、まあ、こうする方がいいよねっていうセオリーを紹介するもので、もちろんね、時と場合によっては、まあ、大体1割2割ぐらいかな、のシチュエーションでは、違う行動が正解になることもあるということを覚えておいてください。まあ、絶対の正解なんてないということですね。で、まあ、1つ目から順に見ることによって、理解がね、深まりやすい構成にしてるんで、ぜひ1つ目から見てもらえればと思います。こんな感じで僕のチャンネルではめちゃくちゃためになるスプラ解説や他実況者とのコラボ企画の楽しい動画を投稿してますので、ぜひチャンネル登録した他の動画も見ていってください。メンバーシップ限定配信も時々してるんで登録よろしくお願いします。というわけで本編です。おすすめ武器。まず最初はおすすめ武器についてお話ししていきます。おすすめの武器は大きく分けて2種類あります。一つが初心者でも扱いやすい武器。で、もう一つがシンプルに強くて学べることが多いんで使ってると上達が早くなる武器ですね。今回はそのどちらも詳しくお話ししていこうと思います。それではまず初心者におすすめの武器ですね。こちら比較的扱いの難易度が低いものになってます。3つありまして、1つ目がクラッシュブラスター、次が北斎、で、最後が必戦ヒューですね。で、これらの武器すべての特徴としては、キルを取りやすくて塗りが強くはないということです。まあ、必戦はこの中でも塗れる方なんですが、まあ、塗り武器ではないですね。まあ、そうなってくると必然的に試合中の仕事がキルだけになって、キルだけに専念すれば良くなるので、余計なことを考えなくて済んで、判断も簡単で、エイムもそこまで必要ないので、まあ、初心者でも活躍しやすいと。特に初心者のうちってみんなエイム苦手なんで、その中でエイムがいらない武器を使うとマジで無双できます。まあだから勝率も維持しやすく楽しいゲーム体験になりやすいので、まあ結果的に長続きしやすいと、飽きずに上達するまでプレイできるということですね。まあただ欠点として、他の武器よりエイムが不要なので、もちろんエイムが伸びづらいです。で、あとは塗りとキルの切り替えの判断も学びづらくはありますね。で、そこを解決しているのが2つ目のシンプルに強い武器たちですね。こちら2種類あって、ゴーニーガロンとスプラシューターですね。よくあるスタンダードのシューター2種類って感じです。どちらもキル、塗り、射程すべてで平均以上の性能を持っており、特にゴーニーガロンは2発敵に当てれば倒せるんで、初心者でも敵を倒しやすいシューターランキング個人的に1位です。で、この2つの武器は、先ほど紹介した3種類と比べて、まあ、様々な仕事ができますと。じゃあその簡単な武器と強い武器どっち選んだらええねんって話なんですが、今回のショーの最後にお話しします。で、このゴーニーガロンとスプラシューター、キル、塗り、ヘイト集め等すべての能力が平均以上なので、まあ、全ての仕事をこなせますと。で、そうなると試合中にできることすべてを学ぶことができるんで、まあ、スプラトゥーン自体が効率よく上手くなっていきます。周りにいるどの武器使っても上手いやんとか勝率高いやんって人は、もともとシューター扱いだったりすること結構ありますね。じゃあこの強い武器の中でもゴーニーガロンとスプラシューターどっち使えばええんって話なんですが、まあ、それぞれに特徴があって、まあ、ゴーニーガロンメインサブスペすべての相性がいいものの、スペシャルがめちゃくちゃ強いってわけじゃなくて、基本的には自分の対面力とエイムを活かしてキルを取っていかないといけない武器です。しっかり前線に出てシールド使ってキル狙ったり前線のキープしないといけない武器なんで、まあ、ガンガン前に出たい方、もしくは前に出れるようになりたい方にすごくおすすめです。で、スプラシューターその逆で、メインがめっちゃ強いわけじゃないんですけど、全体のバランスが良くて、スペシャルがめちゃくちゃ強いので、盤面コントロールしつつ、スペシャルの有効的な使い方を覚えたい方、こういう方はスプラシューターめちゃくちゃおすすめです。で、ちなみに味方をキャリーするのに向いてるのはゴーニーガロンですね。ゴーニーガロンの方がシンプルに対面力高くてシールドもあるんで、生存率が高くなります。まあ、なので個人的にはこの2種類だったら、ゴーニーガロンの方がおすすめですね。ゴーニーガロン敵にいるとマジでだるいんで、増えてほしくないんですけど、まあ、この動画見てくれてる方には本当に上手くなってほしいんで、すべて語っちゃいます。で、最初に話した3つと、今回のスプラシューターとゴーニーガロン、どっちがええねんって話なんですが、まあ、正直な話、どれを使ってもらっても構わないという回答になるんですが、強くなりてんだ、早く上手くなりてんだって方におすすめなのは、さっきも言った通りゴーニーガロンですね。じゃあこの3つの中から選んでと言われたら必戦ヒューですね。この5つの中で
ではその2つがズバ抜けて強いかなと思います。初心者がやるべきこと、ではここからは初心者が絶対にやっておくべきこと、やるべきことをお話ししていきます。実践編とプレイ環境編でお話ししていきます。まずはプレイの環境編から。まずね、こんなクソ長い動画をここまで見てる方、本当に上手くなりたい方だと思いますので、遠回りせずね、ストレートに行っちゃいます。可能な方はゲーミングモニター、イヤホン、プロコン、ジャイロでプレイするようにしてください。特にジャイロは結構ね、新しい操作感で難しく感じる方も多いと思うので、しっかりと解説します。でこの4つ守るか守らないかで本当に変わります。あ、オッケー、ほんな説明もいらんわって方は概要欄にね、おすすめのモニター等あるので、ぜひ見てみてください。上手い人ほどね、このプレイ環境の変化気づくんですが、はっきり言ってしまうと、携帯モードやスティック勢はみんなスパイクでサッカーしてる中、一人だけゲタでサッカーしてるようなもんです。それぐらいのハンデを背負ってます。もちろんゲタでもプロの選手であれば一般人よりは上手くできるかもしれませんが、ほんならスパイク履いたらもっと強いですよねって話です。で今話した4つは、俺がやりやすいからそうしろって言ってるんじゃなくて、ちゃんと根拠があります。まずゲーミングモニター使うとどうなるかっていうと、操作の遅延がめちゃくちゃなくなります。初めからテレビでやってる方は気づかないかもしれないんですが、実は家庭用のテレビって実際の操作と画面に反映されるまでにめちゃくちゃラグがあるんですよね。まあ、時間にして 0.5 秒以下なんですけど、でもこれ実際テレビからゲーミングモニターに変えるとマジで変化感じます。いやいや、テレビからモニターに変えたけどあんまり変化感じないって人は、逆にゲーミングモニターで慣れた後、家庭用のテレビでやってみてください。逆にしてみるとめちゃくちゃやりづらさを感じます。ゲーミングモニターからテレビに戻ると遅延やばくて酔いそうになるレベルですね、僕は。であとシンプルにリビングとかに置いてるテレビやと画面がでかいものも多いと思うんで、画面全体を見渡しづらくて敵の位置に気づきにくい、まあ、だからシンプルに物理的にも不利です。おすすめのモニターサイズは24インチから、まあ、大きくても27インチぐらいですね。で次はイヤホン、こちらも可能であれば買った方がいいです。スピーカーで聞くより圧倒的にゲーム音が聞きやすくなって、敵がサブを投げた音、メインを撃った音、スペシャルの発動音や異界移動の音、潜伏音が聞こえるようになって自分のプレイをめちゃくちゃ助けてくれます。いわゆるサウンドプレイって言って、まあ、これは初心者のうちはね結構難しいんですけど、スプラトゥーンに慣れれば慣れるほど音の重要性分かってくるんで、ぜひね最初からイヤホンつけてみてください。まだよくわかんねえよって人でも、まあ、スピーカーでよりよりイヤホンでやった方がねゲーム音鮮明に聞こえてテンション上がるんでおすすめです。まあ、ヘッドホンでもいいんですけど、僕は疲れるからイヤホンにしてます。で次にプロコン、まあ、これはまあね一概には言えないんですけど、ジョイコンよりも圧倒的に持ちやすくてボタンも押しやすいです。まあ、最初ジョイコンでやってて、まあ、そっちで慣れちゃってから変えると最初ね違和感感じるかもしれませんが、まあ、そもそも任天堂がジョイコンより使いやすいぞって出してるんで使いやすいんです。なのでまあこちらもお金に余裕がある方は買いましょう。まあ、ただ中にはね手が小さくてプロコンを握りにくいからジョイコンがいいという人もいますんで、まあ、そこはね自分と相談してください。で最後にジャイロ、初心者の方とか初めてゲームを触る方は本当に慣れない、なかなか難しい操作性だと思うんですが、今話した4つの中で一番大事なので操作はねジャイロ操作にしてもらえればと思います。ジャイロ操作って何やねんって方はね、あのデフォルトがスプラトゥーン始めた瞬間のデフォルトの設定がジャイロになってるんで気にしなくて大丈夫です。まあ、なんでスティック操作よりジャイロの方が優れてるかというと、スティックだとしづらい精密なエイムもジャイロの方がやりやすいですし、まあ、これは僕の感想ではないんですが、スティックからジャイロに完全移行した人は全員が口を揃えてジャイロの方が強いと言います。まあ、最初は慣れるまで難しいと思うんですけどね。で、まあ、あとは統計的にもジャイロの方が圧倒的に使用者が多くて、大会とか X マッチで上位を占める人も全員がジャイロなので、データでもジャイロの方が強いというのは結論として出てます。まあ、じゃあそこまで言うなら苦手やけどジャイロ練習するは苦手やけどって人におすすめの設定があって、これね僕自身も昔やってたことなんですけど、ジャイロ感度-5から始めてください。ジャイロ苦手な人って何が難しく感じるかって、視点が安定しないことやと思うんですよね。ふわふわしちゃう、でエイム全然合わせれないみたいな。僕もそうやったんでね、めちゃくちゃ気持ちわかるんですよ。ただジャイロの感度をマイナス5にすることで、それが限りなく軽減されるんで、ジャイロっていう操作になれるまではマイナス5にすることをおすすめします。めちゃくちゃ感度低くなって視点が超安定すると思います。でその場合スティック感度は高めの方がいいですね。まあ、+2から5くらいの間で、まあ、理由としてはジャイロが遅すぎて振り向けないんで、視点移動はスティックでしていくという感じですね。1の頃はねジャイロとスティック感度分けれなかったんで、これ分けれるのめっちゃ羨ましいです。でまあこれでやりつつ、ジャイロに慣れてきたら少しずつ 0.5 ずついいんで感度を上げていくことをおすすめします。まあ、ずっとマイナス感度でもいいんですけど、マイナスだとやっぱりね腕の可動域の限界だったり、まあ、操作の遅さで上位帯になってくるときついシーンもちょこちょこ出てくるんで、最終的にはね高めに設定することをおすすめします。ちなみに上手い人はプラス1.5から5の間にいることが多いです。僕はプラス5に設定してますね。でここまで理解できた方は次のステップですね。ここでよっしゃっつっていきなり対人戦に行ってもいいんですが、スプラトゥーン3はヒーローモード、いわゆるストーリーモードですね、がめちゃくちゃ充実してます。いろんな武器やスペシャルが使えるんでめちゃくちゃ操作の練習になりますし、武器やスペシャルが使えるんで
ペシャルの理解度を深めることができます。理解度を深めると敵に回した時の対処がしやすくなるんで、めちゃくちゃ大事ですね。今作のヒーローモードクリアしてるかしてないかで初心者のうちはかなり差がつくと思うんで、まだクリアしてないという方はね、ヒーローモード遊んでみてください。楽しいし練習になるし超おすすめ。おすすめのエイム練習、じゃあこっからはおすすめの試し撃ち練習についてお話ししていきます。 YouTube 上にもね、いろんな練習法あるんですが、今回お伝えするのは3つですね。説明するよりも見てもらった方が早いんで、まずは3つ全部見せます。はい、というわけで一つ目がね、一箇所に立って周りのバルーンを破壊していく方法ですね。どんな武器でもできるかと思います。で、これ早ければ早いほどいいんですが、速さを意識しすぎるあまり当たってなくても意味がないんで、自分が正確に当てれるギリギリの速さで続けていくのがいいかなと思います。で、これ面白い練習法があって、ロングブラスター、ホットブラスター、ラピッドブラスターの順でやっていく方法ですね。こちらも一回見せます。まあ見てわかる通り、ロングブラスターが一番連射力が遅いんで、狙う時間がゆっくりあってやりやすいと。で、これ順番に難易度が上がっていきます。ラピッドブラスターになるとね、結構難易度高いですね。で、次に適当に歩きながら当てていく練習。これは特に決まったやり方とかはなくて、本当にたら適当に撃ちまくればいいです。何回も繰り返して狙うことで、エイムを磨いていきます。まあ、イカ移動を挟んでやってもいいですし、立ち打ちのままでもいいですし、ありそうなシチュエーションを想定して、ありとあらゆる撃ち方ですね。で、この時強く意識してほしいのが、エイムが行き過ぎたり、手前で止まったりすることがあると思うんですけど、その時にどれだけ早く正確に微調整できるかですね。これの正確さ、速さが実戦でもめちゃくちゃ大事になってくるんで、ぴったり合わせることを意識しつつ、ずれた時の微調整もしっかりと意識しましょう。で、最後3つ目、これも決まったやり方ないんですが、自分の苦手なシチュエーションを意識した練習ですね。これ僕はめちゃくちゃ効果感じました。特に初心者の人は上から打ち下ろしたりとか下から打ち上げたりするの難しく感じると思うんで、そういう苦手を克服するためにね、ロビーで練習してイメージ掴んでおくといいと思います。練習でやらないできないことは実践でもなかなかできないんで、まあ、しっかりと練習しておきましょう。ただ試し打ちに関して最後に言うことがあって、基本的にはこうやって試し打ちしてるよりも実践に潜る方がキルを取るのは上手くなります。なぜなら実践の敵は動いてますし、その動き方も不規則で、なおかつ打ち返してきます。で、足場も悪いです、まあ、その中でたくさん経験積んだ方が上手くなるっていうのは言うまでもないですよね。なので試し打ちによる練習はあくまでウォーミングアップやと思ってください。朝のラジオ体操ですね。で、あとはマッチングの待ち時間とかでやるといいですね。じゃあこっからは最終的には絶対習得しておきたいおすすめのキャラコン操作練習についてお話ししていきます。こちらもまずは映像で見てもらいます。はい、まず一つ目がライジンステップですね。これは足場がない場所に一瞬で足場を作り出して移動する方法です。敵から逃げる時とか、自分より射程が長い敵に詰める時に使われます。やり方は真下を向いて撃つ。で、イカ移動。で、撃つの繰り返しですね。で、この時、撃って、イカになって、イカを解除して撃ってって意識するとめっちゃむずいんですけど、このゲームは ZL を押して潜ってる時でも、ZR 押せば、ZL 押しっぱなしでも射撃に切り替えてくれるんで、ライジンステップする時は ZL 基本的に押しっぱなしで大丈夫です。で、これ以降のキャラコンにも言えることなんですが、ロビーで練習して完全無意識に息をするかのようにできるようになれば完璧ですね。意識してじゃないと出せない段階だと試合中にとっさに出ないんで、完全にね、やり方を手に覚えさせましょう。完璧にできてなくてもいいんで使い続けてください。で、次に壁塗り貼り付き、ライジンステップの応用ですね。これも敵から逃げるときや早く詰めるときに使いますね。壁を塗ってから貼り付くではなく、塗りながら壁に貼り付くんで時短になりますと。見た目は難しそうなんですが、慣れるとね、これも全然難しくないです。飛んで撃っていかになる、これだけですね。まあ、コツとしては、真正面を塗るってよりは、ちょっと下を打ってあげるといいですね。これもライジンステップ同様、かなり使うシーン多いんで練習しておきましょう。次に、完成キャンセル。まあ、こちらもしっかり覚えてほしいんですが、特にシューターとスピナー以外の武器を使う方、しっかり覚えてください。本来、イカちゃんって前に進んでる時、急にね、バックしようと思った時、感性が働いて、すぐにはバックできません。まあ、人が走ってる時に急に止まれないと一緒ですね。その感性をなくす方法があって、それが完成キャンセルというテクニックですね。R ボタン、つまりサブを投げるボタンを
押して切り返すことで、このゲームの仕様で感性をなくして、まっすぐに切り返すことができます。ボム避ける時とかに使えたんですけど、イカロールっていうね、新しいキャラコンが3からできたんで、で、しかもイカロールはダメージも軽減できるんで、こっちでよくねってなって、もう完成キャンセルいつ使うんって感じなんですが、これはね、ブラスターやバケツ、またローラーとか筆とかの動きが重い武器が敵と対面する際にフェイントとか駆け引きで使用することが多いです。それらの武器一発撃ったら硬直あって隙が生まれるんで、その隙を作らないように敵を誘う時によく使いますね。あとはまあシンプルに動き回る的には弾を当てづらいんで、そういう意味でも使えます。まあブラスターとかローラー、筆、スロッシャーを使う方は覚えたいですね。次は前イカロールですね。これも移動の際に結構使います。まあこれは見たまま前にイカロールするだけなんですが、結構コツをつかむまでが難しいっていう方多くて、まあこれはもう本当に練習次第って感じなんですけど、強いて言うなら、イカロールの発生条件を理解することがコツをつかむためのコツですね。イカロールは反対方向に切り返すことで発動するんで、前に進みつつも一瞬左側にスティックを倒して、イカちゃんが左に傾いたなってタイミングで、右斜め前にスティックを倒すことで発生して前に進むことができます。まあだから見たらわかるんですけど、真ん前にイカロールしてるってよりはちょっと斜めになってるのわかりますよね。その斜めの角度をできるだけ浅くして前方に進むイカロールということです。上手くなるとね、こうやって浅い角度でもできるんですけど、まあ慣れるまでは深い角度でやっていって、どんどん浅くしてもできるように練習していきましょう。次は壁張り付きですね。まあこれ張り付いてるだけなんですけど、慣れるまでは意外と難しくて、スティックをね、前にハンド押しにし続けるだけなんですが、まあ壁に潜伏して敵を狙う時とかに使えるので、これも覚えたいですね。もうこれ完全に練習あるのみなんですが、まあこのゲーム横に移動しておけば落ちないっていう仕様があるんで、まあハンド押しがどうしても苦手って人は左右にイカちゃんをね、揺らしててもいいんじゃないかなと思います。で、最後はスティックぐるぐるです。これ意味わかんないと思いますし、実戦でも使いません。でもこれができるかできないかで、めちゃくちゃ変わってきます。正直今回紹介した中で一番大事と言っても過言ではないです。これは何をしてるのかっていうと、カメラ操作を完璧にこなせるかという練習ですね。スプラトゥーンの上手い人は移動中の大まかな視点移動や、方向転換はね、基本的にスティックで操作しています。まあだからステージの後ろ、自陣側に逃げながら、スティック回して中央付近も見るということができます。ただこの操作が完璧にできないと、自分の行きたい方向しか見ることができなかったり、カメラ操作がおぼつかなくて索敵が遅くなったり、ジャイロに頼りすぎて腕の可動範囲に限界が来たりします。そうならないために必須の技術というわけですね。ちょっとこれができるかできないかの大切さを言語化するの難しいんですけど、でもスプラトゥーンをやってれば、ああ、これできないとダメだってことにね、気づけると思います。ではここからいよいよ実戦編、縄張りバトルやバンカラマッチ、X マッチでの立ち回りの部分について、主に初動、打開、拮抗時、抑え、それがルール関与について解説していきます。まず先ほど話した5つの項目すべてに共通する大切な話をしていきます。1つ目が常に敵の存在を意識するです。このゲームは対人ゲームで敵が存在します。なので敵がどこにいるのかを常に意識することは当たり前に大事ですし、今ここで聞いたらそらそうやと思いますよね。ですが残念ながら今そう思った大半の人も、いざ試合が始まると周りを塗ってる時に敵を意識できてなくてやられた、敵と対面してたら長引いて横から来た敵にやられたみたいな経験をしたことがあるはずです。それは言うなれば常に敵を意識できてなかったということになります。塗ってる時に潜伏以外の敵にやられる、対面が長引いたのにもかかわらずその対面を諦めてその場から逃げるという判断をせずにカバーされる、これは目の前のことだけを見ていて敵を意識できてないということなんで、敵の位置はなんとなくでもいいんで常に把握できるように意識して練習しましょう。コツは何か行動する前にイカランプを絶対見ることです。イカランプを見ることで残ってる敵の人数、スペシャルが溜まってるかを把握できるんで動き方が変わります。ていうかそもそもイカランプ見ないと人数有利不利の正確な情報がわからないんで、本来であれば何をするか決めれないはずなんですよね。イカランプを見ずに行動を決めてしまってる人は適当にプレイしてると言っても過言ではないんで、イカランプ絶対見るようにしてください。まあ具体的にどんな風に考えるかっていうと、まあ先ほど対面が長引いたら諦めて逃げた方がいいと言いましたが、カバーされる恐れがあるからですね。ただイカランプを見て敵のイカランプの残りが2つ以下の場合は敵にカバーされる可能性めちゃくちゃ低いですよね。まあだから長引いてもある程度は大丈夫かという判断ができます。じゃあ次2つ目いきます。2つ目、たくさんキルを狙ってください。スプラトゥーンっていうゲームは塗りがコンセプトのゲームなんで、やっぱり最初はねみんなたくさん塗り塗りしてしまうと思います。塗るの楽しいし、もちろんそれでも構わないんですが、ある程度やってもし勝ち悩んだ時はこのキルをたくさん狙うということを思い出してください。そもそもなんで塗るのかを考えてほしいんですけど、これを言語化できずに塗ってる人は勝つことではなく塗ることが目的になってしまっています。塗りは何かって、陣地を広げて自分たちが動きやすくなるようにするためのいわば準備です。動きやすくして何をしたいか、そうキルですね。じゃあキルは何でするのか、そうこれはカウントを進めたり縄張りバトルであれば敵に塗らせないためですね。つまりキルを取ることは勝ちに直接的に繋がってます。スプラトゥーンで勝ち続けてる人はこのキルを取るのが抜群にうまいです。エイムやキャラコンはもちろん瞬
時の判断力や潜伏場所などキルを取るための技術がすごいです。じゃあそのキルを取る技術どうやったら最短で身につけられるか、もう賢い人は分かりますよね。キルを取れるようになりたいならキルをたくさん狙う、キルするのが上手くなりたいならキルするしかないんです。バスケのシュート上手くなりたいならシュート打ちまくるしかないです。それとは一緒ですよね。キルを取るためには足場の確保や潜伏、前に出るタイミング等様々な要素が必要です。その全てをキルを狙うことで学べるので、キルは初心者こそたくさん狙うべきなんですね。上手くなったらキルたくさん狙おうって考えてる人いますが、キル狙わないのにキル上手くなるわけないんですよね。覚えておきましょう。ではここから先ほど話した初動、打開、抑え、拮抗時、ルール関与の5つの項目について話していきます。でまず最初に初動ですね。これ苦手な方めちゃくちゃ多いと思います。初動なかなかうまくいかなくていつも打開から始まっちゃうって人ね結構多いと思います。僕もそうでした。なので今回は特に難しいことを話さず、誰でも簡単にある程度初動を安定させる方法をいくつかお伝えします。まず一つ目、初動スペシャル貯めましょう。初動が苦手な人は怖くて前に出れず何もできなくて、その間に味方がやられてしまうとか、頑張って対面しに行ったけどやられてしまって人数振りを作ってしまうとか、そういう感じだと思うんですけど、そういう人はね初動リスポーンの周りでこんな風にスペシャルを貯めてから行けば、敵とぶつかってデスする心配はなくなりますし、初動から強力なスペシャルを使うことで戦況を有利に進めやすくなります。特にウルトラショットやカニタンク、ジェットパック、エナジースタンド、マルチミサイルは初動めちゃくちゃ強いスペシャルになるんで、ぜひね貯めてみてください。ただし注意点があって、貯めるのにあまりにも時間をかけてたら、その間にね味方は3対4することになっちゃうんで、できれば15秒ぐらいでスペシャル貯め切って前線までちゃんと駆けつけたいですね。僕がやってるように塗れば遅くても20秒以内にはねスペシャル貯まるかなと思います。でまあそっから中央行って狙い定めて使ってあげるって感じですね。であと貯めてる間に味方がねデスしちゃうこともあって、その時にね2人以上味方がデスした場合は、基本的には打開からのスタートになります。味方が2落ちしてる状態、2対4でスペシャルを使っても打開なかなか難しいんで、そういう時はちゃんと温存して味方が復活してきた時に使うことをお勧めします。なんか敵がすごい固まってて一掃できそうとかやったら全然使ってもいいんですけどね。次2つ目、潜伏ですね。敵の通り道や敵が塗るために顔を出してきそうな場所の近くで潜伏することでキルを狙います。仮にキルを取れなかったとしても、自分は体を隠しておりデスするリスクを減らすことができます。ただし編成見た時に自分がシューターだとして、ローラー、ブラスター、リッター、自分みたいな感じに、自分が塗らへんかったら誰が塗るみたいな編成の時は、しっかり塗ってあげた方が味方は動きやすくなりますね。潜伏してキル狙ってミスしたら自分の責任として反省できますし、仮にその間に味方が全滅してしまった場合は、潜伏し続けて敵の後ろを取って裏から攻撃して打開をしたり、先頭の敵を倒してすぐ下がったり、人数有利をね作ることを狙っていきましょう。次に3つ目、塗り広げですね。さっきまでキルの話はしてたんですが、もう逆にキルのことは考えずに敵を警戒しながらデスしないようにひたすら前線付近の塗り広げです。スペシャルも溜まるし味方も潜伏しやすくなります。自分はね敵を警戒して塗りをするんでデスするリスクも低くなってメリットばっかりですね。ただこれをすると完全にキルが味方任せになっちゃって、ここは運ゲーになっちゃうんで、できるのであれば塗り広げをしつつ、自分から対面を仕掛けるのではなく、味方が対面仕掛けに行ったなと思ったら横からカバーしてあげるぐらいの意識を持ってるとすごいいいかなと思います。初動が苦手な人はとにかく今話した行動を試合開始からだいたい20秒から30秒ぐらいまで、機械的に行うことで常にある程度の仕事量をこなすことができるんで、もちろんこれ最適解ではないんですけど、慣れるまではねこれでもいいと思います。次打開の話していきます。打開もねめちゃくちゃ苦手な人多いと思います。特にスプラトゥーン3打開難しいですよね。打開時に行うことは、潜伏や味方のカバーでのキル、潜伏の炙り出しや陣地を拡大するための塗り広げ、スペシャルを使っての打開ですね。でこれよくよく考えると初動とやること一緒なんですよね。打開時の最初の目的はキルを取って人数有利を作ることです。でそのために今話したことをやっていくんですが、なんでこれをみんなうまくこなせないか、苦手かっていうと、やっぱりね焦ってしまう気持ちがあるからなんですね。味方が先に死んでしまうという意見もありますが、先に味方がやられてしまったとしても冷静な人は焦らず味方の復帰を待ちます。もしくは潜伏でね単独でキルを重ねるとか、そしたら味方が死んでも人数五分五分にできるんで、焦るから冷静じゃないから味方がデスした時に一緒に突っ込んでデスしてしまいます。普通に考えたら味方がデスした時に突っ込んでも打開できないって分かりますから、打開が苦手な人はとにかく冷静にスペシャルを貯めつつ、ギリギリまで前に出てスペシャルを使う、もしくは潜伏でキルを狙う、もしくは塗り広げで自分たちの陣地を広げていく、これをね徹底してください。打開のコツはとにかく焦らないことです。で次は拮抗時、お互い中央付近で睨み合いしてる時ですね。この時もまた人数有利を作ることで GG も有利に進めていくんですが、どうやって人数有利作るかですね。基本的な考え方として持っておいてほしいのは、生存しつつキルすることですね。できれば2キル以上したいですね。1キルして生存、これを1セットとしてずっと繰り返していくっていうイメージです。ただやっぱ1キルして生存難しいですよね。キルするのはいいけどその後デスしちゃうみたいなことめっちゃ多いと思うんで、今回そのために大事なことをお話ししていこうと思います。1キルした後に生存、これするために一番大事なのは、キル取った後すぐにインクに潜って体を隠して場所を変えながら周りを見渡すことです。よくデスしてしまうという人は特
とにかく体を出しすぎ、敵に見られてるという意識が低すぎます。あなたが敵に倒される時のことを考えてほしいんですけど、基本的には体を出してる時、もしくはしぶきを立てながら移動してる時のはずです。潜伏してる時とかスニーキングしてる時にデスする確率って圧倒的に低いと思うんですよね。メモリープレイヤーで見比べてみてください。なので生存したいと思ってる時はしっかり体を隠してインクの中に潜って、キルモードと生存モードの切り替えをしっかりしてください。やること本当に単純です。潜伏キル潜伏キル潜伏、このサイクル繰り返すだけです。そもそもキルが取れないって人は潜伏場所や、キルの、ね、狙い方見返してみてください。潜伏場所おすすめは敵インクと自分たちのインクの境界線ですね。境界線は味方と敵が対面をし始めたり敵が塗り始めたりする場所なんで、潜伏がめちゃくちゃ刺さりやすいです。で、潜伏じゃなくて対面負けちゃうよって人、そういう人はね、この後話すんですが、フリ対面をしてしまってる可能性あるんで、ぜひね、この後の対面テクニックのところも見てもらえればと思います。じゃあ次に、拮抗状態を制した後の抑えですね。ガチエリア確保した後とか、そういう時何したらいいのって話ですね。これは敵が全滅したかそうじゃないかでめちゃくちゃ変わってきます。まずは敵が全滅した時、この時は簡単ですね。急いで敵陣の高台取りに行ってください。そこでまた潜伏キル狙って、位置がバレたらボムとかね、メインで圧をかけて時間稼いで、もう限界危ないってなったら下がる。これをね、繰り返してください。まあただ一回高台にいることがバレても、潜伏し直したらね、たまに無視してくれることもあるんで、その時はね、ラッキーと思って無視した敵をね、横から狙ってあげましょう。さっきも言ったんですけど、位置バレても危ないデスしちゃうと思ったら降りて大丈夫です。味方の方へ逃げ帰ってください。そこで無理してデスしたら人数不利になっちゃってね、敵の打開の起点になっちゃうんで先般です。これ他の動画でも言ったことあるんですけど、敵高台取るだけでめちゃくちゃ簡単にカウント進むんですよね。ガチヤグラだとして、敵ってヤグラ止めに行こうと思ったら絶対自陣通りますよね。なのでその自陣の高台で潜伏してると簡単にキルが取れますし、仮に潜伏がバレても敵は高台にいる、敵をねどかさないとヤグラに行けないんで、時間を稼いでカウント進めることができます。敵高台を取り続けることはスプラトゥーンの攻めにおけるほぼ必勝法です。なので上手い人もほとんどの人が敵高台を取りに行きます。入るタイミングとかね、入ってからの動きを練習するために何度も入りに行きましょう。まあ、そうするとね、最初は難しいと思うんですけど、あ、このタイミングならいけるわとか、あ、もう今は間に合わへんなとか、それこそイカランプとか見てね、敵が復活してきてるタイミングで行ったらやられちゃうとか、どんどん分かってくるんで、もう何回も失敗して覚えていきましょう。次に敵が2落ちしたぐらいのタイミングですね。この時やることね、大きく3種類あります。1つ目はゆっくり前に出ながらじわじわ塗り広げてスペシャルを貯めることですね。敵は2人残ってるんで潜伏してる可能性があります。ただしっかりね、警戒しながら塗り広げをすることで相手の潜伏あぶり出して、まあ、打開に備えると。で、この時ね、塗ることに集中して敵探すの忘れないでくださいね。で、次2つ目、前線での潜伏ですね。全滅してたらね、簡単に敵高台入れるんですけど、2人ぐらい敵が残ってるってなると、やっぱ敵もね、潜伏したり詰めてくるとこ警戒してて、その警戒されてる状態で敵高台に入るの結構難しいんで、まあ、高台とまだ行かなくても、まあ、前目の方で潜伏することで打開しないとっつって焦って突っ込んでくる敵をね、潜伏キルしてやりましょう。で、3つ目が残った敵の一掃ですね。敵2人倒して残ってる敵2人逃げ遅れてると思ったらね、味方と追い詰めて絶対倒してください。で、その後行けそうであればそのまま敵陣に侵入、高台へ侵入って感じですね。まあ、これがとりあえず抑えてできること一覧になります。最後ルール関与ですね。まず前提として言っておきますが、このゲームの番から X マッチは基本的にはルール関与しない方が勝てます。 C 隊とか B 隊とかはね、そもそも歩行進んでるのに気づかない人とかもいるんで、ルール関与をご利用して勝てたりすることもあるんですけど、そういうやり方は上に行けば行くほど通用しません。たまにルール関与だけで勝つ人もいるんですが、僕はあんまりおすすめしてないです。で、今回話す理論も何回も話したことあるんですが、このゲーム一番難しい仕事って何やと思います？分かりやすいように選択肢を与えると、まあ、キル、塗り、ルール関与ですよね。この中で一番難しいのって圧倒的にキルですよね。で、その難しい仕事を自分でこなすことで、チーム内のね、自分の仕事量を最大化して、味方の負担を減らして、味方の実力に左右されるという運要素を減らすことができると。つまり強い人、勝ち続ける人ほどキルを取り無双して勝ちます。じゃあいつルール関与したらええねんって話ですよね。全くルール関与しないんかって言われたら、そういうことでもないです。なので今回は僕が意識してるルール関与するタイミングを3つお話しします。まず1つが、自分が最後尾の時、デスのタイミングが悪かった時とか、味方がめちゃくちゃ強くて前線で暴れてて自分が最後尾になってしまった時、まあ、そもそも自分が最後尾になること自体望ましくはないんですが、まあ、なってしまった場合には率先してね、ガチヤグラに乗って矛持ちます。まあ、じゃないと誰がヤグラ乗るねんって話ですから。ただし僕は乗った後、自分は本来前に行きたい、キル取りに行きたいんで、カモン連打してね、味方に変わってくれってアピールしてます。で、変わってくれなかったら乗り続けますし、まあ、変わってくれたら前に出ますと。で、自分が最後尾かどうか気づけない人は味方のこと見てなさすぎなんで、味方のことちゃんと見てください。画面に名前出てるんで見えます。見えないなんてことはありえないんです。見えない人は見えてないんじゃなくて、見るの忘れてて見ようとしてないだけですね。次に2つ目が、自分がその瞬間ルール関与することで確実にリードできるとき、いくらルール関与しない方がいいとは言っても、このゲームの目的はカウントを相手より進めて勝つこと、本来の目的を見失ってキルを取るためにカウントリードを手放していては意味
味がない本末転倒です。それこそ何のためにキルしてんねんって話です。リードできるときはちゃんとルール関与しましょう。で、3つ目がルール関与する価値があるときですね。具体的には一気にね、カウント30とか20、10とかにね、持っていけるときとか、あとは関門突破できるときですね。カウントリードもまあ含まれます。まあ簡単な話ですよね。すでにリードしていたとしても、自分が矛持てばノックアウトのときは絶対に矛持ちますし、ちょっと矛持って前行けば関門突破できるならそのときは矛持ちます。そこの判断も練習してできるようになりましょう。さあ、ここまで大まかなね、立ち回り話してきたんですけど、理解追いついてますか？まだもうちょっとあるんでね、ちゃんと最後までついてきてください。さあ、そしたら次は潜伏と塗りについてですね。このゲームの醍醐味です。まあ、ここまでの話を聞いた方は潜伏めちゃくちゃ大事で、塗りはあんまりしなくていいんかと思ってる方も多いと思います。で、この潜伏と塗りのバランスはもういろんなシチュエーションがありすぎて、どうやって説明するかめちゃくちゃ悩んだんですけど、まあ、誰でもわかるように簡単に分ける方法を思いつきましたので、今回それをお話しします。それが自分の位置が敵にバレてる、なんか狙われたり、もう自分の姿明らかにこれ敵と目合ってて見られてるよねっていう時は塗り。で、まだバレてない時、全く撃たれてなかったりとか、敵が違う方向を向いてる時、まあ、あとは一回目合ったけど、潜伏して場所変えたら見られなくなったな、みたいな時。そういう時は潜伏からキルを狙う。こんな分け方でいけるかなと思います。で、この中でも具体的に潜伏が刺さるシーンが2つあって、1つがこっちの抑えのターン、エリアや矢倉を確保した後、そのタイミングで潜伏すると、敵は焦ってエリアとか矢倉を見て突っ込んでいくわけです。エリア、矢倉を見てるということは、もう潜伏とか気にしてないんで、そういう時はめちゃくちゃ簡単にね、潜伏キルが刺さります。潜伏を刺すための一番のコツがこれですね。敵が自分以外の何かに夢中になってる時、潜伏してる時、これめちゃくちゃ意識してください。で、二つ目が、エリア確保した後の逆。味方がデスした時ですね。敵がエリア確保したり、矢倉乗ってカウント進めてる時、そういう時に潜伏するとどうなるか。さっきも言ったんですけど、このゲームは人数有利になったら前に出るゲームなんです。高台取りに行ったり、前を塗り広げたりします。じゃあ、この時敵は何を意識してるか。塗り広げようとか、前に行くことを意識してるわけです。自分以外の何かに夢中になってますよね。もうそうなったら潜伏ぶっ刺さりです。だんだんね、上手くなってきて XP2500、600とかになってくるとね、潜伏を警戒してくる敵もちゃんと出てくるんですけど、それでも潜伏が刺さることはあるんで、攻めも守りもキルを取りたい時は、とにかく一回潜伏してみることを覚えてください。で、このゲーム武器によって役割に違いがありますが、例えば自分が使っている武器若葉シューターで塗りが仕事の武器だから、あんまり潜伏はしない方がいいのかなとか考えることあると思うんですけど、ノラマッチにおいては役割を重視するよりもいかにしてキルを取って味方をキャリーするかが勝つために重要なことなんで、この武器はあんまり潜伏しない方がいいかみたいな役割あんま意識しない方がいいです。さすがにチャージャーで潜伏しても弱いんですけど、さっきも言ったんですけど塗りはキルを取るための準備なので、塗らずにキル取れるならキル取れる方がいいんです。最終的にこのゲームは人数有利を作ってカウントを進めた方が勝ちのゲームなので、それをね絶対覚えておきましょう。もちろんだからといって塗りを放棄すると自分たちの足場どんどんなくなってめちゃくちゃ動きづらくなっちゃうんで、ここはね判断めっちゃ難しいというか、もうやっていって覚えるしかないんですけど、足場なさすぎるわっていう時はちゃんと塗るってことを覚えておけばいいです。ほんならタイミングは分かってんけど、場所はどこ、潜伏場所はどこなんっていう話ですよね。どこに潜伏したらええねんと、まあ、これはまあ正直ね、キル取れるならどこでもいいんですけど、おすすめの潜伏場所あるんでいくつか紹介します。まず一つ目がさっきも話したインクの境界線ですね。っていうか基本どこに潜伏するときもこのインクの境界線になります。理由は一番敵の近くまで行けるからですね。インクの境界線に潜伏して敵が射程圏内に入ったと思ったら顔を出して狙いましょう。で、次におすすめなのが味方やエリア、矢倉、矛などのオブジェクトの近くです。で、味方とかエリアとか矢倉ってね、敵に狙われる対象になるんで、まあ、その近くで潜伏することで味方などを狙ってる無防備な敵を横から狙い撃つことができますと。まあ、さっきも言ったんですけど、自分以外の何かに夢中になってる時ですね。この味方と対面中の敵を狙うことを昔ボブサップで例えてボブサップ戦法って呼んだんですけど、覚えてる方いますか？もしいたらコメント欄で教えてください。潜伏だけじゃないんですけど、各ステージの強いポジションをまとめた動画ね、投稿してるんで概要欄から見てみてください。はい、かなり長いんですがまだまだいきます。こっからはついに対面のテクニックについてお話ししていきます。これ知ってる人と知らない人でめちゃくちゃ対面力に差がつくんで、絶対大変に覚えて帰ってください。今回はたくさんある中でも5つほど紹介していきます。まず1つ目スニーキングですね。これ何かっていうと、本来異界移動するとしぶきが立ってどこにいるかわかるんですが、このスニーキングを使うとこんな感じにね、敵から全く見えません。まあ、その分異加速は遅くなるんですが、それでも関係ないぐらい強いです。やり方としてはスティックをちょびっとだけ倒す、これだけですね。具体的な使い方としては、まあ、いい感じのところに潜伏しますと、ただ若干敵がまだ遠い、もうちょっと近づけたら倒せるのにっていう時にこのスニーキングを使って
って近づくって感じですね。相手に位置バレせずに近づいて、一方的に対面を仕掛けられるんで、めちゃくちゃ有利な対面作れますし、一発目から当てて倒した場合は、もはや対面にすらならないです。ちなみに上手い人はマジでスニーキングめちゃくちゃ使いますし、下手な人ほどマジで使わないです。できてるかわかんないでもいいんで、使う意識絶対身につけてください。まあ、だったら、イカ速もスニーキングより速いし、イカ忍者でよくねという方もいます。もちろんイカ忍者も強くておすすめです。ただし、イカ忍者をよく見れば筋が見えるのと、音が聞こえるので、それは要注意ですね。あと、イカ忍者つけるとイカ速が遅くなっちゃうんで、カバーが遅くなったりとか、敵から逃げるのが難しくなったりするんですよね。まあ、だから、万能最強ギアではないと。で、まあ、あと、上手い人、イカ忍者相手がつけてるなって分かったら、イカ忍者めっちゃ警戒して、ちゃんと敵肉塗りつぶすんで、逆に刺さりづらくなるまであるんですよね。復活短縮とか、それ以外のギアつけてる人でも、スニーキングすることでちゃんとバレずに近づけるんでね、絶対使ってください。で、次、二つ目、初段当てれるように頑張ってください。いくらスニーキングでバレずに近づけたとしても、初段から外しまくって、敵に気づかれては何の意味もないですし、そこから打ち返されて打ち負けるみたいなこと、何回もあるんじゃないですかね、皆さん。僕はめちゃくちゃありました。さらに、スプラトゥーンっていうゲームのシューターは、ずっとね、打ち続けてると乱数っていうものが悪くなってきて、弾がね、まっすぐ飛びづらくなって、エイム合ってんのに当たらへんみたいなことがあるんですよね。なので、対面に時間かければかけるほど敵を倒しづらくなるんですが、打ち始めた初段から数発だけはまっすぐ飛びやすいんで、初段からしっかり当てれば、早いキル速でね、敵を仕留めることができるんで、しっかり初段から当てるように頑張ってください。で、次3つ目、サブを使いましょうということですね。特にクイックボムとスプラッシュボムは対面に交えやすくてめちゃくちゃ強いです。まあ、食いぼれね、先に削って足場奪って詰めるのも強いですし、スプラッシュボムを敵の左側に投げて、逃げ道を右側だけに絞って対面するのも、敵の移動範囲を予測できて楽にエイムを合わせることができます。敵の行動も制限できてダメージも与えられるんで、サブはね、絶対対面に織り交ぜていきましょう。で、4つ目、有利ポジションですね。上手くなってきたら、あえてフリーポジションなのを逆手に取って、敵がね、油断してきて対面詰めてきたところを倒したりもしますが、まあ、基本的には有利ポジションで対面するようにしてください。例えば、高所。あとは、バケツ、ブラスター、ローラー使ってるんであれば、段差したとか。まあ、どちらかといえば大事なのは、有利ポジションで戦うってよりは、フリーポジションで戦わない。こっちの方が大事ですね。フリーやと思ったら逃げる。これを徹底してください。で、最後5つ目、打ち直しですね。これ何かというと、敵と対面し始めて、エイムがガバった時、そのまま頑張って追い続けるんじゃなくて、一度イカ状態になって、横にね、スライドして、まあ、その後また打ち始めるというテクニックですね。まあ、これをすることによって、まず乱数、さっき言った乱数ですね、まっすぐ弾が飛ばなくなるってやつ、それをリセットすることができます。まあ、武器によってね、この乱数がリセットされる時間違うんですけど、まあ、そのまま打ち続けるよりは比較的いいかなと。あと、弾よけっていう意味もありますね。そんだけ対面時間かかってると敵も打ち返してくるんで、ずっとね、鍵歩きで打ってても敵からしたら姿丸見えでめっちゃ狙いやすくなっちゃうんで、まあ、一回一回移動を挟むことでしっかりと弾よけしていきましょうと。で、そのガバってるエイムも、僕はそうなんですけど、ガバったまんま敵追い続けるよりは、一回気持ちリセットして、狙い直した方が当てやすいです。まあ、結構そうって人も多いんで、これもね、意識してみてください。はい、というわけで、こっからは全武器対応おすすめテンプレートギア解説していきます。世の中にはいろんな武器おすすめギアの組み合わせが存在しますが、もう正直どれ使ったらいいかわかんないですよね。そんな方におすすめする、とりあえずつけとけばいいよっていうギアたちになってます。単射低武器、中射低武器、後衛武器、スピナーで大きく分けて、その中でもいくつかに分けてるんで、ぜひ全部見てみてください。まあ、ギアの説明もしますが、よくわかんねえって人は、とりあえず作るだけ作って、知識がついた時にまた見に来てください。また今回のギアはほぼ全ての武器で使えますが、最適解というわけではなく、とりあえずつけとけば困ることはないよっていうギアなんで、またギアの知識がついてきた時は、自分の好きなギアでカスタマイズしてもらえればと思います。ではまず単射低武器から、2種類あって、こちらですね。イカ忍者ありかなしかで分けてます。イカ速は機動力アップ、バスケでいうところの足速くするためですね。シンプルに強くなります。次にカムバック、こちらは敵に倒されて復活するとき、インク系3種にイカ速1速スペースが20秒間メイン1つ分付与されます。簡単に言えば復活した後20秒間はスーパーサイヤ人だよってことです。ステルスジャンプは味方に飛んだ時、リスク減らすためですね。近くの敵にはジャンプマーカー見えちゃいますが、ちょっと離れると見えなくなるんで安全性を高めて飛ぶことができます。あとはスーパージャンプ短縮。スーパージャンプでね、飛びを速くしてリスクからの復帰や帰宅を早めてくれるので強いです。靴マークのやつは敵インクの上で動きやすくなると思ってください。水色のやつはデスした時にスペシャル減るんですけど、その減る量を減らしてくれると。なのでスペシャルが溜まりやすくなって、打開でスペシャル使いやすくなります。縦のマークのやつはサブからのダメージをちょっと下げてくれるので、まあ、ボムコンボっていうね、ボムの爆風とメインで倒してくるみたいな技があるんですけど、それをね、防ぐことができます。わかんねえよって人はとりあえずつけといてください。まあ、イカ忍者かイカ速かは好みなんですけど、まあ、どっちが正解とかはないんで、気分で使い分けるでもいいと思います。勝てる方が正義です。次、中射程ですね。スプラシューターやゴーニーガロン、ラピブラとか。まずはアクション強化が必要な武器たち。主にシューターとロングブラスター、あとラピとかですね。こんな感じになってます。こちらもイカ忍者ありとなしの2種類用意してます。さっきのギアにアクション強化付け加えただけですね。まあ、これによってジャンプ打ちのブレが軽減されて対面が強くなりますと。まあ、ただし、もともと弾ブレがないシャープマーカー、それからあとは
アクション強化つけてもほぼ効果がない、ローラー、ホットブラスター、ノババラスター、バケツ、スクスロ、モップリンなど、まあ、その他同系統の武器にはアクション強化つけなくていいんで、まあ、その余った3枠はね、スペシャル増加量アップとかサブ効率とかメイン効率とか、まあ、自分が動きやすくなる好きなギアつけてみてください。まあ、腐ることがないんでおすすめはスペシャル増加量アップです。次、光栄ですね。光栄は主にエクスとチャージャーが対象で、こんな感じにギアを組めば腐ることはほとんどないです。光栄武器は前線に飛ぶことがないんで、ステジャーはね外して後ろからメインをたくさん撃てるようにインク効率をつけてます。スピナーはこれですね。足の速さが命なんで一足をつけまくってます。たくさん歩くので相手インク軽減もですね、まあ、今話したギアを作っておけば基本全ての武器たちを使えるかと思います。ただ最初にも言った通り、このギアは最適解ではなく、まあ、とりあえずつけとけば強いよねってギアなんで、最終的にはね、自分の武器に合った、自分の立ち回りに合ったギアを考えて作ってみてください。ではここからはこれらのギアを作るために僕自身がやってる効率のいいギアの作り方をお話しします。じゃあまずは最もオーソドックスな作り方から。まあ、サーモンランとかね、ヒーローモードやるとドリンクチケットもらえると思うんですけど、例えばイカ速を3つつけたいのであれば、イカ速のドリンクチケットを飲みます。でそのドリンク飲んだ後、ギアを開けていって、目当てのサブギアが2つつくまでクリーニングを繰り返します。まあ、だから今回で言うとイカ速が2つつくまで繰り返すと。で2つついたらそのまま3つ目も開けて、で3つ目もイカ速ついたらラッキーですし、揃わなかった場合もそこにね、かけらであとイカ速1個つければ 0.3 完成するので、簡単にギアを作れると。ただし同じ効果のサブギアを何個も1つのギアにつけようとすると、1つ目はかけら10個でつけれるんですけど、2つ目は20個、3つ目は30個と必要な数が増えてくんで、同じサブギアを3つ揃えなくても、頭、服、靴の組み合わせで 3.9 のギアの効果が同じになる場合は、違うギアにね、かけらをつけて 0.2、0.1 とかいう風につけることをお勧めします。まあ、ただ 0.3 作ってると他の武器のギアにも使いやすかったりするんで、まあ、汎用性を考えるのであれば 0.3 つけることもいいかなと思います。次にサザエがある方は、サザエでスロットを回しまくって目当てのギアが 0.2 以上つくまでやるのがおすすめです。で注意点として、サザエにはドリンクの効果つかないんで気をつけてください。でその際、このゲームのギアはブランドによってつきやすいギア、つきにくいギアがあるんで、そこもね意識してギア作っていきましょう。こちら一覧表ですね。例えばクラナケスはイカ速がつきやすいんで、サザエで回しまくるとイカ速がつきやすいです。さらにサザエは回すとき、もともとついてるギアはかけらとしてもらえるんで、クラーゲスを回しまくるとイカ速のギアがねめちゃくちゃ手に入るかなと思います。覚えておきましょう。シンプルにかけらばっか集めたいよって人は、マッチに潜ってギアをクリーニングしまくる、もしくはサーモンランで毎日1200ポイントまでやる。報酬としてかけらやお金、チケットなどがもらえます。お金稼ぎに関しても同様に、サーモンランでも稼ぎつつ、サーモンランで手に入れたフードチケットを使って、まあ、ひたすらマッチに潜り続けるっていうのが最速ですね。では最後、いよいよ最後ですね。多くの人が目標に掲げる XP3000 に到達する秘訣お話ししていきます。これには3つあって、まず1つが味方批判しないことです。僕はゴリゴリ配信中でも、味方弱い時は味方弱すぎやろって言っちゃいますし、実際このゲームマジで味方弱いって感じてイライラします。でもその時味方のせいだけにして、その時の感情を完結させ自分の悪いところを全く見ない、まあ、これ言うまでもなく成長できないですよね。まあ、それは味方批判してようが、やり続ければ自分の技術は上がっていきますが、反省を意識的にしてないんで、立ち回り面に関しては成長が非効率です。味方の悪口を言ってしまったとしても、その後冷静に自分のミスも分析できる自責思考を持った人が一番早く成長します。次に慣れですね。初めての昇格戦や初めての XP3000 チャレンジは、緊張していつものプレイができない方多いと思います。でその緊張のせいで負けてしまうこともあると思います。めっちゃ悔しいですよね。ですがあなたが本当に3000に到達できる実力があるのであれば、何度でも3000の手前、3000に挑戦する機会が訪れるはずです。これは過去にも言いましたが、腕前は高いから強いのではなく、強ければ勝手に高くなるもんなんです。何度も挑戦して慣れて自分の実力を発揮できるように頑張りましょう。で最後3つ目がプレイ時間ですね。プレイ時間が足りない方は絶対3000いけません。そらそうですよね。みんな一生懸命時間かけてやってます。近道する方法なんてないです。強い奴らに並びたいなら、そいつらと同じぐらい、もしくはそいつらより頑張るのは当たり前のことです。で僕もね、スプラス3が出てから約2年間ほど仕事とか YouTube の活動が忙しくて、まあ、そっちにばっかり集中しており、スプラトゥーンのプレイ時間全然取れてませんでした。まあ、そのせいで周りは3000達成しまくりなのに、僕だけずっと2850ぐらいで止まってたんですよね。ただたまたま時間ができて、キル企画で13、4時間ぐらいスプラトゥーンしたら、一気に腕前上がって、エリアがね2900ぐらいまで行きました。ちょっといつもより多めにやるだけで一気に腕前更新できるんですね。まあ、ちょっとベクトルは違うんですけどね、プレイ時間がどれだけ偉大かわかると思います。もうそこからはすごい早かったですね。やっぱり濃い密度でプレイ時間を重ねることで、体も勝ち方をどんどん覚えていって、すぐに勝率が上がりました。そらそうですよね。同じ1000時間でも、1年で行った1000時間なのか、10年で行った1000時間では大きな違いがあるのはね、わかると思います。でも2900行って、次の配信では3090まで上がったんで、あとね、1回勝てれば3100やったのに、そこで負けちゃうっていうのがもう、なんやねん、クソがって感じなんですけど、まあ、これからもわかる通りね、上手くなるには、腕前を更新するためには、やっぱある程度のプレイ時間必要ですし、それも密度を持ったプレイ時間が必要ということですね。今回めちゃくちゃ長く話してきたんですが、こんだけ話してもまだ話足りないぐらい、実はスプラトゥーンって奥深いです。本当はもっと話したいことあったんですけど、もう
これ以上詳しく話すと疲れちゃうと思いますし、他の動画でもね、たくさん解説してる内容あるので、ぜひね、そちらも見通してもらえればと思います。ただ、この1本見てもらうだけでも、見てない人と比べるとかなり大きな差がついたと思いますので、何回も見直してね、知識身につけてもらえればと思います。すごい頑張って台本書いて撮影して投稿してるんで、ぜひね、感想、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップもやってるんで、概要欄から見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。